はい、こんにちは、サルインです。いきましゅい、インフィニティサガというわけで、インペリアルサガの実況をしていきたいと思います。ですね、今ね、聖剣2とのコラボが来てるんですよね。しかもそう、聖剣2今新しくリメイクされたんですよね。しかもなんか見た感じというか、ちょろっとしかまあ情報は見てないんですけど、結構昔の聖剣2のなんかイメージを崩さないというか、割とその 3D 感があるようで 2D みたいな感じの、本当なんかね、まさにいい感じのリメイクっていう話をちょっと聞いてるんで、個人的にもすげえやりたいっていうか、本当聖剣2すごい好きだったんで、ちょっとねやりたいですね。で、とりあえず今レアガチャが1日1回無料で引けるんで、これもやっていきましょう。お、王がいるよ、王が。マーメイド的な、なんだっけ。あー、誰だお前は。ディガーレティ、ディガーレティ、サガフロ2だよね。あんまりわからんと思った。ウィルさん。ほんで、なんかあったっけ。で、今ね、そう、プリムが出るんですよ、プリムが。プリムが出るんだって。ちょっと回しちゃおうかな。プリム欲しいな。プリムとかね、まあ、ランディももちろんあれなんだけど、やっぱね、やっぱ当時ね、プリムとかポポイがすげえ好きで、ね、ちょっとね、補正があるんですよね。ただ、ポポイに関してはね、あれなんですよね、CPU が頭が悪すぎて、画面に引っかかって、早くこっち来いやっていう、イライラした思い出とかもあるんだけど懐かしいですね、なんかそんな話も。1回だけ引く。いや相当薄いけどね、確率で言うと。いやー、いや懐かしいな、ランディ。なんかランディ、若いって言うちょっとあれやけど、まあこんぐらいの年齢なんだろうけどね、本来はね。なんか当時はもうちょっと年いってるって言っちゃあれだけど、もうちょっと青年的なイメージがあったけど、なんか結構少年感が強いね。プリムもなんかイメージがちょっと違うけどね。髪が、あーだ、まあそうね。まあ、ポポイはね、まあまさにそんな感じって感じね。いいですね。懐かしい。さて、どうしようかなっていうか、まあ言うてよね、11連できるほどのクラウンもないので、1回だけ引いちゃうか。1回で引けるっていう、いやもう持ってる人間は1回で引けるからね。行きましょう、ここは行きましょう。さあ1回っていねえ、いねえ。まあ、そりゃそうだよね。あ、超えた。マジか。あの落とし穴最強やと思ってたのに。誰だお前はっていう。あ、ギュスターブ14世。サガフロ2のキャラばっかり聞くね、今日は。ギュスターブって何世までいるんだ、しかし。さて、というわけで、ちょっと聖剣2コラボ、じゃあ見ていきましょうか。てか、このイベントやりたいな。やろうかな。普通にやろう。なんか、まあ、それは多分裏でやるんだけど、しかもなんか、あれだもんね、ラスボスがさ、ちゃんといるんだよね、ラスボスがというか。わっ！聖剣2の BGM だ。うわぁ、夏。ここはどこなんだろう。ハイラたち、マタンゴ王国に向かってたの。出た、マタンゴ王国、懐かしいわ。マタンゴ王国、なんか独特の BGM だったよね、確かね。全く見たことのない景色ね。王国の近くにこんな場所なかったよな。考えてもわかんないよ。空から見てみりゃここだからすぐにわかるんじゃない？そうね、いい考えだと思う。なんで、フラミー呼びましょう。フラミー来てくれんの、フラミー。あ、風の太鼓は。あ、そうや、風の太鼓でポコ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 って言って呼ぶよね。あ、フラミー。呼んでもないのに来ちゃうなんて、前にもこんなことあったよね。僕たちがピンチの時にはそれがわかるんだな、きっと。はい、フラミー。これフラミーじゃなくてあいつだろみたいなね。
あれ向こうにいたんです。あ、違うのか。違うのか。変な、いつもなら私のところにすぐ来るのに。とにかく追っかけよう。てか、BGM 熱いな。あー、ボス戦 BGM。ほらー、ラストボスじゃないですか。あれ、こいつの名前なんだっけ。あれ、名前忘れたら、なんだっけ、なんだっけ。あれ、ラストボスの名前忘れた。僕たちの敵に向けている。おばさん下がってて。このおばさん誰やねん。ミーナさんか。それはこっちのセリフだよ。よっこの俺に心配されるだけちゃいないよ。よくわやめるんだフラミー。一体どうしたの、人を襲うなんて。なんかいつもより顔が怖い。もしかして腹が入ってるじゃなかった。腹が空いてるとか。そんなわけないでしょ。でも何も何も、あ、じゃない。でもなんだか色もなんだか違う。だし、この怪物が何なのか知ってるのか。うおー、結局耳持ってないみたいだね。顔つきも正気じゃないって感じだよ。こういうのは少しばかり痛い目を見せて正気に戻すのが近道さ。やるよ、ウィル。少し乱暴な気がするけど、おばさんの言う通り、このままじゃ沈めそうにない。あんたたちも飼い主なら責任持って手伝いな。飼い主じゃないけど、この人の言うことも一理あるかもしれない。てか、BGM いいな。いいな、コラボ BGM。しょうがない。私たちもやるわよ、ちびちゃん。よーし、手加減して。フラミー、ごめん。てよー。フラミー、しっかりしろよー。おぉ。武器から引き出した切断の効果が無効化された。アニマは十分に込めたはずなのに。ごめんな、サガフロ2の設定はあんま知らへんねん。あんたたち、さあ上がりな。はぁ、あ、ー。うおぉ、お、死ぬんだよ。フラミー、耳を覚まして。失敗するんだ、フラミー。うおぉ、いけない、さっきより殴り狂っている。危険だよ、兄のおばさん。うおぉ、これは、少し、まずそうだね。やめてくれ、フラミー。本物来たフラミー BGM。夏いな、いろいろと。フラミーキューキュー。それじゃあ、あのフラミーみたいなのは違うんですよ。リアルに名前忘れちゃった。なんだっけ。あのね、ラストバスの BGM のタイトルは覚えてるんだよね。でも名前を覚えてないってね。うわ、追いかけてきてるよ。まったく、何が何だか。あんたたち、話を聞かせておくれ。あ、夏いこの BGM、好きだったな。なるほど。このフラミーってのと、後ろから追いかけてきてるあの怪物を勘違いしていたんだね。ええ。まな、とやらは聖剣で会話して世界を救うための旅の途中、このデスノミラに迷い込んだんだね。懐かしい。てか、聖剣2やりてー。あれ、なんだっけ ?PS4 なんだっけ。持ってないからな、PS4。そうそう。あのフラミーに似た怪獣も多分同じ世界から来たんだと思います。ラスボスやからね。それにしても、あの怪獣、恐ろしい暴れっぷりだね。あの強さ。もしかしたら、伝説で世界を滅ぼしたっていう神獣なんか、あ、神獣だったっけ、神獣だったっけ、なんだっけな、名前なかったっけ。まるで諦めない気配がない。諦めない気配、まるで諦める気配がない。どうしてあんなに怒りを取り出しているんだろう。わからないけど、放っておけないし、なんとか止めないと。そうね。けどな、怖いかい。正直を言えば僕も恐ろしい。あんなに純粋に怒りをあらわにしたアニマは見たことがない。しかもこちらの攻撃は全く通用していなかった。でもそうか、アニマってそういうなんかサガフロ2の中のなんつうの、そういうなんだっけ、ジューマだったっけ、そういう感じののと聖剣2の、あ、聖剣2っていうか、まあそのなんかラスボスとかっていうのがなんかちょっと通じるものがあるのかもしれないね。なんかね、だからいいコラボなのかもしれないね。なんとか振り切って逃げちゃえないかな。逃げてそれで済むならそれもいいだろうけどね。
けど、私たちがあれをやり過ごした代わりに、苦しむ人間が出てきちまうよ。あ。わあ、めっちゃ聖剣2の BGM 来るやん、いろいろと。いいな、このコラボたまんねえ。あんたたちは、元の世界では世界を救うために旅をしていたんだろう。世界を救うってのはさ、逃げられない戦いのはずさ、違うかい？出くわしちまったからには自分で始末をつけるのが私のうちの家系の流儀でね。これなんだっけ、砂漠かなんかの BGM だっけね。懐かしいな。おばさんの実は効き目があった。弱点がないわけじゃなさそうだし、工夫次第では倒せるかもしれない。一応ね、マナの剣でズバシュってやらなきゃ。あーでも、まあ、言って他の武器でもダメじゃ当たるけどね。レベル9までね、育成レベル9だっけ。とはいえ、別世界の怪物が相手だからね。私とビルだけじゃ手に余る。だからあんたたちも手伝いな。でも私たちの攻撃は通じなかったし。手が出せなくても知恵くらいなら出せるだろ。何か考えてみな。さて、私の術、木のアニマの力はいくらか効果があった。木のアニマ？やっぱマナの木的な話が出てくるのかな。もしかしたらドリアードの魔法に近いのかも。うわー、夏い BGM やで。本当に言われてみればなんか似たような雰囲気を感じる。本当チビちゃんならドリアードの魔法でダメージを与えられるかも。安さの息だよあんたたち。わわ、頭撫でられた。その年じゃないんですけど。はっはっ、照れなくたっていいさ。突破口は見えたみたいだね。次は僕たちの番だ。でも僕は魔法を使えないから役には立てない。そんなことはない。実は時間のかかるものだからね。君たちの言う魔法も同じだろう。みんなを守り時間を稼ぐ役がいる。僕たちがそれをやろう。大丈夫、ニーナおばさんはついている。あ、違う、ニーナおばさんもついてる。ニーナおばさんがついてる。ラッキーおばさんみたいになっちゃった。ニーナおばさんもついてる。昔ほど出かけはしないけど誰もが尊敬するすごいディガーなんだ。出かけはしないけど、どういうこと？ディガー。ブレイブディガーじゃないけど。ウィル、昔だ今だと年のことは言うんじゃないよ。とにかく任せておきな。だから行こう、ランド。あの怪物を迎え撃つんだ。はい。ラスボスの名前かな。あ、オープニング。まさにオープニング、聖剣2のオープニングやで。タンタタタン、神獣爆弾。そっか、やっぱでも神獣か。そっか、名前神獣だったっけか。そっかそっか。いいなぁ、ちょっとこれめっちゃ思い出に浸れるわ。てか聖剣2やりてぇ。やりてぇ。このままエンディングまで見ちゃうかって。あ、てか、まんまるドロップ。な、まんまるドロップいいな。イベント戦闘中のみにショップでアイテムって交換できる。イベント、真珠、爆弾、マナナ導きた聖剣の輝きで入手。このまんまるドロップを集めることでなんかうんぬんかんぬんできるってこと？短そうだから、ちょっと、一回戦ってみようかな。ほら、あとランディがもらえるんだっけ、そういえば。さすがにこの難易度だったら余裕やね、正直。てか、それ、ちょっと、俺のモチベーションを上げるためには、ちょっとパーティー編成変えようかな。ちょっとだけパーティー編成していいですか？ちょっとビューネーとかちょっと育成して、もっとね、このゲームのモチベを上げていきたいんだよね、ほんと。ほんとはサルーインが手に入ったらね、めちゃめちゃモチベを上げて、ひゃーってやりたかったんだけど、手に入らなかったからね、そこはまあしょうがないということで。今ちょうどもう育成がしきれちゃってるんだよね。てか正直言うとジャミルとか使ってる場合じゃねえとかって言っちゃったあれだけど。あ、でも待って、まだそういえばよく考えたら枠がさ、そうだ、枠本当はそう、あとね、あれなんだよ、あれなんですわ。あれ、これリューネ入れて、あとアセルス、アセルスのね、ここだったっけな。
で今一応ビクトールを育成中なんだけど、違う違う、ほんでてかあとね、あ、じゃあビクトールここにいたく、あんまり効果ないよな。あとね、アセルスのね、もう一人アセル、ね、強いアセルスが確か強いっていうか、いるんだよね。だからちょっといろいろと、モチベを上げていくために、パーリー編成をね、ちゃんとやっていきたい。まあ、とりあえず今回これでいこうか。よし、これでいこう。これでだいぶちょっと気合入りそう。で、ここのエレンを、一回変えたい。ビューネに変えたい。おぉでもアセルスでもいいんだよな。あー、いやでもここはビューネにしとこう。いいな。いや私ね、やっぱ敵方の方が好きなんですよ、ほんと。四天王とか、ね、三邪神ってか三中神とか、七英雄とか、いやいや四魔貴族とかね。まあまあそんなね、まあ、中二なんですいません。というわけで、とりあえず、イベントを、お？なんか来た。これ何？あ、これ何？エンディング？くおぉ、うん、なんていうやつか。もうラストボス BGM やで。顔怖いな。ダーダダダダダダ。あんたたち飲まれるんじゃないよ。冷静さを忘れちゃいけない。くおぉ、しまった、下がりな。ばあちゃん強っ。よその世界で調子に乗るんじゃないよ。みんな動けるかい？大丈夫。しっかり推しを世界を救うんだろ。ほら、私に力を貸しな。はい。おいらも頑張る。ランディ、僕たちは時間稼ぎだ。来い。はい。私は木のアニマの力を。あんたたちはドリアードの魔法とやらを。集中しな。ここからが勝負だよ。くっ、うう、この光は木のアニマじゃないね。これでマナの木の力がきっとくねっていう話でしょ、うん、でマナの剣が現れて、マナの剣がーっていう感じかな。剣が、聖剣が光り始めた。あ、オイラたちも聖剣みたいに光ってるよ。何かこう優しいというか包み込まれてるような感じだ。うん、なんだかあったかい。くおぉ、ヒルンだ。よくわからないけどチャンスだ。これでマナの加護を得て、マナの木の加護を得て、神獣を倒すと。行こう、ランディ。はい。派手やね。うおー、くおぉ、剣が効いた。仕組みはわからないけど、この光のおかげみたいだね。攻撃が来となればこっちのもんさ。ここで決めるよ、あんたたち。うおぉ、倒したー。パチ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 。はあはあ、やったの。やってなくてもおいらもう戦えない。くたくた。大丈夫、やっつけたい。あは、やった、やったんだ。ふふ、おいらたちの勝ち。あはー、よく頑張ったね、あんたたち。見上げた根性だよ。気に入った。わ、また頭撫でられた。でも悪い気はしないわ、僕まで。あはは、やれやれ、大断円みたいな。あ、エンディング的な感じになってきたね、本当に。それでこれからどうするんだい。結構聖剣2のエンディング切ないからね。元の世界に戻るために旅をしようと思います。マナの解放中途半端だったしな。ところでどうやれば帰れるか知ってますか？実は今のところ誰にもわからないんだ。
僕たちも君たちと同じように気づいたらこのデスノミナに呼び出されていたんだ。バダガラって邪神が原因だって話さ。アルタメノス帝国の皇帝が皆をまとめてそいつを倒そうと踏ん張ってるよ。あんたたちもバダガラとの戦いに加わらないかい？目的は同じだしね。家族も友人もいない全くの見知らぬ世界で戦えというのは酷かもしれないけど、いえ、一緒に行きます。エンディング。世界を救うためには逃げてはいられない。チビちゃんもいいわよね。当たり前だい。ああ、そう来ると信じてたよ。なんならうちで寝泊まりするといいよ。戦いの役には立たない亭主のポールがいるけど、気のいい男だから心配いらないよ。何より息子として育ててきた甥が独立してね、ちょうど寂しくなったところなのさ。みんなおばさん、そのに寂しがわせていたなんて申し訳ない気持ちは。バカがつくほど真面目だね、お前は。一人前になってきてほっとしてるよ。だからあんたたち遠慮は無用さ。いいんですか、あの。ありがとうございます。おばさま、よろしくお願いします。あれ、誰か忘れてない？キューキュー。フラミー。あと3匹と1匹だったね。あ、3匹と。あと3人と1匹だったね。てか、フラミー活躍してなかったね。まあ、しょうがないで、ラスボス戦フラミー使わないもんな。さあ、あんたたち、帰ってご飯にするよ。話しやこれはこれで、エンディングまで見てしまった。というわけで、戦ってみようか。マジ、ほんとね、いいよね。てか、聖剣シリーズはみんな好きやからな。あ、てか、ビクトール、何気さ、なんか、結構いい補正じゃね？皇帝の攻撃力、防御力、素早さがほんの少し上がる。ちゃんと、みんな、補正入るやん。いいですね。てか、聖剣2、てか、やりてぇ、聖剣2も3も、レジェンド・オブ・マナーも全部やり直してぇわ。あ、結構長いな、最初なのに。いやーいいですね。その聖剣の BGM、いいなー。てか、微妙にさ、画面にさっきからさ、ちょっと、なんか、失敗したね。キャプチャーをミスっている。これ BGM どうなんだろう？戦闘中の BGM。やっぱちょっと重い。ああ、やっぱりこうなるんだ。うわー、ラビだ、ラビ。ラビだよ、ラビ。いいね、ラビ。これさ、多分通常攻撃で余裕そうだけど、まあ最初だからとりあえず技使っていっちゃおうか。そう、基本的に聖剣はね、フィールドで戦うアクション RPG だからね。タタタタタタラー。コークスクリュー。カタクリズム。これも確か全体なんだよね。あ、これは単体の方か。ケイオティックエクリプス。これむしろちゃんと会員じゃなくて、あ、ちゃんと見たいな、モーションを。強っ。リュウネ強っ。こんななんか音あったっけみたいな感じだけど。これ簡易じゃなかったらちゃんとなんかいろいろモーション見れるのかな。まあ麻痺鉄は安いから使ってっていいか。ボイスオブザハーツ。どういうなったっけ、分岐。ダダ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 。メリが一人こうで。なるほど。ダダ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 。ぶっちゃけしまーす。こっちはビューの一人に任せてくれ。こんな感じでいいんじゃないな。いや、ビューネいいわ。やっぱテンション上がるな。陣形を変えるものもないでしょう。
まだいいか。で、ビクトールが、まあ、日付、ボイス・オブ・ザ・ハース。あ、これ盾なんだよな。で、タイム射撃の意味。意味。あ、ロールポイントを獲得した。見れなかったけど。できれば攻撃力上がってほしいんだけどね。いやビューネいいな、いかつ。いやいいですよ、このカタクリズムを見せたけど、君たちには。いや全体っていいよね。だから全体大気持ちをね使いたかったんだよね、ずっとね。さて21か。まあ、適当でいっか、適当で。多分こっちの方が数が多そうだから全体攻撃できるメンツをばらまけばいいんじゃない？こんな感じかな。はーい。てか、まん丸ドロップどこで手に入るんだ？ボス戦かな？ここはじゃあ熱風使おうか。で、ちょっと一回回復タイム。あ、終わった。終わった。ラビとか吸収したいな。ヨーマとして扱われてるのか分かんないけど、やっぱ数多いんだよね。カタクリズム、いやー便利、マジ便利。敵があんま強くないからそこまで育成もはかどらないか。でエレンがそろそろ回復タイムに入って、これ技は一応王子じゃない方が技のひらめきとかも一応期待できるかな。てかアセルスなんか何も技は覚えてないでしょうね。まあデフォ技はあるけど、出番なし。ヒットメイトばっか上がんな。他のステータスが上げてほしい、むしろ。ター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 リクトール、脳削りか。まあ、通常攻撃で倒せるんだよな、ね、結局言うと技を使うまでもない。ないっちゃ。うわぁ、命中、さすが体験。命中悪いわ。防御力か。攻撃力上げてほしい。基本的にやっぱ火力が全てのとこあるよね。合流、合流。あ、射撃にならへんか。ぶっちゃけてたら通常攻撃で全て賄えてしまうな。ちょっと火力不足だな。攻撃力上がったし、上がった。なぜお前が上がったみたいな感じがあるけどな。戦ってないじゃないかみたいな。さあボス戦よ。誰だ、神獣が来るのか。おう、いいですね。じゃあ本気でいくぜ。まあワンターンツリアだけどね。フォークスキル、まあ一旦終わっちゃうだろうな。おお、なんか覚えた、ひらめいたぜ。強撃、弱くなった。戦線。え、これ竜神じゃなかったっけ？なんで先に攻撃してんだ？あれ早いのか？もしかして。剣ハート。フォークスクリュー。終わったー。素早さがアップ。いや、ビューネーとかアスレスあんま相当なかったな。まあまあまあ。100% もちろんエースラム。ああ、こういう感じで結果が出るとね。結構いろいろとね、増えたよね、そういう。しっかりと、アイポイント。まん丸ドロップは手に入らなかったか。残念。ああ、違う、ここで手に入るのか、よく考えたら。そうか、そうか。ああ、10個、20個、結構出るやん。これ何、討伐ポイントって。まあまあね。なんか、知らないアイテムがいっぱいある。やってない間に全然。
全然知らないアイテムがいっぱいあるな。てか、いろいろほんと追加要素あるんだよね。ほんと、がっつりとやり込んでいきたいところあるな。いや、でもやっぱビューネ使ったらすげえテンション上がるな。お真珠爆弾、爆弾じゃねえよ。よく見たらこれか。爆弾ではなかった。高弾やった。マナラ導きと聖剣の輝き。全体の討伐ポイントが、8万ポイントに到達。獲得した星は倉庫に送られました。へぇー。参加するだけで多分、これは、あれかな。あ、それミッションとかもあるんだよな。そうそうそう。デイリーミッションとかもあるんだよね。もうどれがどれだかわからん。わからんって言っちゃったらあれやけど。あれでも受け取り、あれ受け取れ、何も受け取れへん。実績の方か。はあ。あれこんなん。ああ、違う、もうこれ完了してるやつか。そういうことか。びっくりした。てか、種類が多すぎるから、ぶっちゃけもう全員受け取りにした方がいいか。どれがどれかわからん。ん？何を達成したんだ、一体。何を達成したんだ、俺は。わからん。ん？わ？わ？あったあった。体験の技を3種類か習得。ああ、そういえば、それすらもしてなかったの、実は。あら、まあ、って感じ。で、何？倉庫でもらえるって言ってたっけ？わ、なんかいっぱいもらってる。何これ？何これっていうか。なんかすげえ、めっちゃなんか、めっちゃいっぱいもらえた。え？何これ？すげえ、すげえ、すげえいっぱいもらえるやん。すげえいっぱいもらえる？マジか。あざーす。イベント参加するだけでも意味はあるんだな、っていうこと？ただ一回やっただけなのにこんなもらえるの？マジで？いいの？いいんですか？こんなにみたいな。はい、というわけでじゃあ、今回はこの辺でちょっと長くなっちゃいましたけどね。ちょっとね、できればね、ほんとインスタ側もね、がっつりやっていきたいんでね。なんとか、ちょっとね、動画を撮る機会も増やしていきたいと思います。というわけで、まあちょっとね、まあでも、まだ動かせる軽さかな。前ほんと重くて全然やれなかったんで、うまいことやっていきたいと思います。ということで、うまいことっていうのもあるやけど。まだでも微調整できると思うんだけど。でもね、多分バックグラウンドで多分動いてたソフトが多分なくなったせいで、なくなったせいっていうか、そのおかげで軽くなったのかなとは思うんですけどね。はい、というわけでお疲れ様でした。バイバイです。